スミレの花咲く頃。Hey, Universe of France, how are you doing? うちの皆さん、おはようございます。オラ、失礼いたしました。本日、私はですね、ジャカジャン、阪急宝塚駅にやってまいりました。待ってみんなやばい見てさっきね聞いていたおじい様のねところにある一人の少年がやってきてですね今おじい様にピアノを教えてもらっている これは第1話あたりで少年がピアノ師を目指す激アツ物語の導入部分のようなすごいめっちゃいいうわー映画を撮らせてくれこれで一本何かを撮らせてくれすごいよさっきなんか少年がおずおずとねやってきておじいさんと話してじゃあ弾いてみるか坊主みたいないや知らんねなんて言ってるか全然知らんねんけど弾いてみるか坊主みたいな感じでいやそのうちねその少年はね宝塚から始まり世界に名を轟かすねピアニストになるんでしょうようわー書かせてくれ漫画を撮らせてくれ映画をやだ激アツ展開うおちょっと私もね見てたら弾きたくなったんで弾きたいと思います一曲だけ弾けるのでそれを弾きたいと思いますちょっと間違えましたちょっと待ってやばいあーでもピアノだ懐かしい重いいや嬉しい私が2歳から何十年もピアノを学んで弾けるのはもうこれぐらいですわからんの音が出ないの音が出ないが大好きな私の大好きな曲です違う最初の音スキップに行きましたビューはなくなったんだけど、の音がない。
かった人です。正解はノクターンでした。はい、ショパンの超有名な曲ですね。ちょっと不協和音を周りに垂れ流して悲し申し訳ないんですけども、宝塚の人は優しいので、こんなねヨボヨボピアノを見せても怒らないってピアノはね好きだからね。私はね、藤子ヘミングさんのコンサートに行くぐらい藤子ヘミングさんのノクターンをね聞いて、自律神経をバチバチに整えているので、皆さんもぜひ前下手関係なく聞いてみましょう。